まずローマ書中三章 いいですかローマ書13章の1節から7節までを読みます新約聖書257ページ前後ですよろしいですか声出してどうぞ人は皆上に立つ権威に従うべきです神に由来しない権威はなく今ある権威は全て神によって建てられたものだからです 従って権威に逆らう者は神の定めに背くことになり背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際支配者はチェンを行う者にはそうではないが悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それならチェンを行いなさい。そうすれば権威者から褒められるでしょう。権威者はあなたたににを行わせるために 神に仕えるものなのです。しかしもし悪を行えば恐れなければなりません。賢者はいたらずにあいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕えるものとして悪を行う者に怒りを持って報いるのです。だから怒りを逃れるためだけではなく良心のためにもこれに従うべきです。あなた方が罪ぎを収めて いる者もそのためです権威者は神に使えるものでありそのことに励んでいるのですすべての人々に対して自分の義務を果たしなさい貢ぎを治めるべき人には貢ぎを納め税を納めるべき者には人には税を納め恐る,恐るべき者は人は恐れ敬うべき人は敬いなさいアメンハレルヤじゃあ もう一箇所、もう一箇所。サムエル像。旧約聖書に行きます。サムエル像の。八章。十節から十七節までを読みます。 よろしいですかサムエル・像のサム,レキサムエル・キー・ゾウ発の10節から18までどうぞサムエルは王を要求するために主の言葉をことごとく伝えた彼はこう告げたあなたたちの上に君臨する王の権能は次の通りであるまずあなたたちの息子を徴用する それは戦車兵や騎兵にして王の戦車の前にを走らせ千人隊長の隊長、古人隊長の長として任命し王のための工作や借り入れに従事させあるいは武器や戦車の用具を作らせるためであるまたあなたたちの娘を徴用し交流作り 料理女女パン焼にするまたあなたたちの最上の畑葡萄畑オリーブ畑を没収し家臣に分け与えるまたあなたたちの穀物と葡萄の十分の一を徴収し重臣や家臣に分け与えるあなたたちの奴隷女奴隷若者のうちの優れたものや老婆を徴用し 王のために働かせる。またあなたたちの人たの十分の一を徴収する。こうしてあなたたちは王の奴隷となる。その日あなたたちは自分が選んだ王のゆえに泣き叫ぶ。しかし主はその日あなたたちに答えてはくださらない。アーメン祈りましょう。万軍の主なる神様。この時間。 あなたの子供たち一人一人にあなたの真理の精霊の力を油のように注いでおさりあなたの真理の御言葉を子どもく悟りあなたの真理の御言葉に従ってあなたに喜ばれる信仰生活が正しくできますように助けてくださいすべてを主の精霊に委ねます最後まで主の御心だけを 行わせてください。イエスキットの尊き皆でお祈り申し上げます。アー,アーメン。ハレルヤ。さあ今日今日も、えー、先週の引き続きです。中性の秘訣中性の秘訣先週ありましたね。えーえー、中性の秘訣として。 制度的に権威に制度的権威に従うこと従うべきだ、えー、選手は主のしもべに従うべきだアメン、えー、今日は王王あるいはまあ王国国でしょう国 に従うべきだ今サムエル像の発祥の十0節以下で読んだように王の制度が作られたのも神の命令によるものです。あれですか王が自分で立ったわけじゃなくて王がこの世に王,と王の制度王国の制度が 与えられて神から作られたのが全部神からなんです神様がそれを許したから王の制徒がこの世にできたということなんですアメンもちろん王のせ王制だけではなくてこの世にある全ての制度的な権威は神から与えられていない許されていないものは一つもなく全部神から与えられているということなローマ書中3章の1節から7節までの間で 今読んだでしょ信じる者の組織も信じない者の組織も全部神様によって与えられていますよ。信じない国の信じイエス様を信じない人がある国の王になったりあるいは大統領になったりするのも全部神様からですか自らですかん神様からであろうと信じますか 私が韓国の私が伝道師の時から今から13年4年ぐらい前からね韓国の大統領になる人たちを神様が大統領選挙の前に手前に見せておはったんですよ。不信者が大統領になるのも信者が大統領になるのも全部見せておはったの。時そ,その時 その国に必要な大統領を信じる者の,の中でも信じない者の,の中でもそれを選ぶのは目に見える国民ではなく国民の投票でしょう目に見える形はしかし実はそれを目に見えないところで事前に決めるのは神様だよと今まで見せてくださっていましたね。 相応しい必要な責任者をリーダーを神様が立ててございますよ。これは韓国に限っての話じゃなくてこの世にある全ての国の話であることを素直に認めて信じる必要があります。信じなくてもそうだから誰かが信じなくても実はそういうふうに全てがえなされているからですよ。うん。ハレルヤ ですから私たちは信じない者が大統領になっても従うべきです。信じる者が大統領になったから信じる大統領だけを従うんじゃなくて信じない人が大統領になったとしましても基本的にその大統領の国家政策に従うのは神の御心なんですよ。神の御心。アですか、うん、私たちは 日々日々世が終わりに近づけば近づくほどもっと神の御言葉に正しく立ち返って生きる必要があります。今皆さん考えてもらかったら紛争が起きてるでしょあのアフリカの北アフリカ中東近辺今最近大変でしょエジプトをはじめとしてリビアそれから周辺国いつ何が起くとどういうふうに広がっているか分からない。これは全部 マッタイの24章の神の終わりの時代の前兆に対する警告が今実験しつつあるのを我々が今目で確認しているそういう時代を我々が生きているんですよ。こういう前兆が終わってしまうその最後のある瞬間にイエス・キストが実際にこの世に来られます。それを見言葉に正しく立っているそれでイエスの再臨に備えている人々は 自分の目でで見るることはできよようになりますよそういう時代を今私たちは生きてるわけで生きてるあのエジプトとリビアにああいうデモとかああいう紛争が起きる前は平和でしたねそれが起きるだろうと思ってなかったの誰もいざ起きたら今大変なの大変なうんいざ起きたらよくなるために起きてんだけども それにに巻き添えになって死んでいく人それが自分の最後の運命になる人がいるわけですよ。個人的に個人的に神の御言葉の中にすっかり入ってない人々は個人的に安全は保障できません。あのように今ああいうところに住んでいる人だけが危ないんだうって霊的に見れば皆同じですよ。神の皆イエスの皆に 酔って救われて神の言葉の中で整えられた信仰それでイエスが再臨する瞬間を備えている人準備している人個人的にそういう信仰じゃないと個人的にはどこにいても危ないの。はれるやみんな一緒に個人的には教会の中にいても危ないではあるの。なぜ見言葉通りに自分を整えないからよ。 体は教会の中にいながらも個人的には危ない人がいるということこれを忘れてはなりませんよ信じる者どもは晴れるや。や父にその通りでありますから個人的にはもうイエス様はまだ再臨していなくても個人的には自分の人生の終わりを告げている人がいっぱいいるでしょう毎日のように個人的には皆が平和だから自分も平和だと思っているのは大きな思い違いなんですよ 皆が平和であっても皆が保障されていても自分が脱落ち者になりがけている人がいるということを我々は忘れてはなりませんよ。毎日のように自分の信仰をチェック点検する人が賢命な人であることを信じましょう。アメン全然間に合っていないのに間に合っているというふうに思い違いをしている人盲目に見えないのに見えていると勘違いしている人いっぱいいますよ。いっぱいいる。 明日が来るのか来ないかもしれない人実にいっぱいいます。ですから皆さん私たちは人生の根本人生は根本的にどこから成り立っているかこの世は根本的にどこから成り立っていくかこれを知らないで上辺ばかりを見てると自ら自分に騙されてしまいます自分に。さんは自分に騙され 自ら自分が自分を騙す自分が自分を滅ぼすような無知な信仰いい加減な信仰盲目的な信仰上目ばかりの信仰に立たずに真理の見事に正しく立って今も後も永遠に自らを守れる信仰に立つために今見事ばを真理の言葉を勉強するためにここに来ているわけですよ皆さんがそういう模範的な人生を生きるべき 模範的なな人人生になるべきそういううい立場の人であろと信じますか信じますかここに来てる皆さんすら模範的にならないと誰が模範になってくれるの意外とこのように偉い人はいっぱいいるように見えますけども有力者はいっぱいいるように見えますけども真理の見事だと関わりを持ってない人々はみんなシャボン玉のような人生シャボン玉のような人生。 一瞬は美しいんだけどもある瞬間突然消え去るのシャボン玉で分かりますねせっけんの水をこのストローで拭いたらシャボン玉できるでしょきれいにこのシャボン玉が破裂して消え去るのは予測できない瞬間なの。 そのようにしゃぶんだもんという非の人生がそのように消え去ってしまう恐れがあることを忘れてほとんどのほとんどの信者たちもこれを忘れて生きる信者たちもほとんどいざとなった時に泣き悲しむだけでももう間に合わないですから皆さんは朝起きればイエス様に祈り聖書の見言葉を口ずさみながら まだ意味が分からないところは聞きながら神に聞くか祈ってあるいは見事ば知っている人に聞くかとにかく私たちは見事ばによって自分の人生を正しく作り上げて完成していく必要がありますね。アメン王の制度も信じない国の王の制度も神から与えられ神様がその人を認めたら必要に応じて認めたから。 かたくなな人悪い人と悪質な金所日のような人であっても北朝鮮の指導者として全体的に未来のもっと良くなるために神様が立てる必要があって今立ってておられることを我々は忘れてはなりません。アメンイスラエル民族がエジプトから導き出されるときにエジプトの王パラオが都合十回。 カタクナになりましたよイスラエル民族を解放する。と言ってはまだかたくなりなと言ってはかたくない。と言ってはかたくなになる。彼の心がかたくなになるのも全部神様が許したとあります。信じますかあの今のカタピのような人が自分の地国民に向かって、うん、タンクや戦車を走らせて、うん、戦闘機まで飛ばして。 私国民を殺しているのは神の御言葉が成就するためだマタイの24章の言葉が成就するためでありますよ。神の許可なくは髪の毛一本も地に落ちることはありませんよね。すべてが神の許可によって今の中国は共産党共産主義によってあ,のあれだけ虐げられているように皆が思ってましたけども。 一国一つの国において中国のようにキュリシャンの数が多い国は世界中どこにもありませんよ。中国は一番キュリシャン人口が一番多い国となってますよ。神の働きは私たちの常識を常識の中にじゃなくて常識を離れて存在していることを悟る必要があります苦しい苦しい嘆き,嘆,き嘆,き嘆き悲しんでいるうちに 勝利へ導かれる人がいる神の中にいればある意味では中国人より信仰が神への信仰が厚い人がいないかもしれませんよ彼らは殉教の地を流しながら命懸けて信仰を守ってます命懸けて生活帰り道地下の教会の組織で礼拝を捧げたりするのは生活どこらは命まで危ないでもやってますでもやってるの そういういの命がけで礼拝を捧げてる皆さんと私は命がけで日曜日に礼拝を捧げたなんかないでしょそれでも,もうかいこないでしょ平和でも向こうは命を狙われているいながらも教会に集まるのそれも地下に潜ってそれを神様が見るんだったらどっちがかわいいかどっちの信仰が神の喜びの見心にふさわしい神を熱く求める信仰なのか比べて見なくても大人ならこれぐらいわかるでしょう常識的にも。 清はどう思うの牧師が来いと言わなきゃ教会に来ない清と命がけで日曜日に礼拝守っている中国人のクリスチャンとどっちが神に近いの当たり前だよ誰でも分かるそれは誰でもそういう話のそういう話もし中国がアメリカのように日本のように民主主義国家であったならばずっと100年間今まで1億人のクリスチャンが出てきたでしょうか 出てきてきいなかもしれませんよ日本のようにクリシャンなんか0.5%もないかもしれません。今の中国にも民主主義が続いていたならばよ。永遠なる我々の人生においては苦難の道が得であることを忘れませんようにイエスのみなで祝福い出します。平和だ平和だ平和ばかり告げられてもそれがむなしく命に命の実を結ばずに流されてしまう恐れがあると悟る必要がありますよ。アメン ハレルヤじゃあおあるいは王国全部これは制度的な権威なの神のお許しなしに立てられる権威は一つもないと全てが神によって許された権威がこの世にこの世の組織に制度的に与えられていますその制度的な権威神から許された神から与えられたその制度的な権威に 従うということは神様に従うことであることを常に忘れてはなりませんアメンなぜこれ,これを無視することによってあるいは知らないことによって多くの人が神を背くことになり多くの人がそれによって自らを自分自身を裁くのですと今ローマ書1三章で読んだでしょ自分自身を裁くのはこういう聖道的な権利に逆らった結果。 神を背いたことになりそれが自分を裁くことになる自分をこういうことなんですよ。クリスチャンたちがこれを認めようとしないクリスチャンがいっぱいいるのしかし神様はそのようにこの世を治めておられます。ハレルヤ信信じじまますすかるり手持って一の手紙 聖書のすべての言葉は信じる神の人たちを正しく正しく教育して正しく育てるために聖書にあるすべての言葉は聖霊の神の聖霊の感動によって欠かされたものでありますよ。信じますかテモテン一の手紙「理書」の理説から古節まで。 あっあれやよろしいですか手も手一の手紙二章二節から五節までいいですかどうぞ大ちやすべての交換のためにも捧げなさい。 私たちが常に新人と品位を保ち平穏で落ち着いた生活を送るためです。えー、彼らのために一節,一節も一も一節どうぞそこでまず第一に進めます願いと祈りと鳥な人と感謝とすべての人々のために捧げなさい、えー、それがそのすべての人というのは王たちやすべての高官たち。 なぜ祈りや感謝をまた願い事を捧げる必要があるのか神様にえ国の王や高官たちのためにもそれはその組織の中で正道的に神が許された制度的な組織の権威者である彼らのために祈ったり彼らに仕えたり従ったりすることによって自分たちが。 自分たちが神によって安された祝福に入り平穏で落ち着いた生活をするためであります結局はアメンえ、神様がこの世に全ての制度的な権威をえ与えて組織を作ってリーダーさせるのは彼らだけを支配者と彼らだけを訓練させるためではなくてそういう神の制度に そういう神の権威にそういう神の導き方に治め方に従う一人一人を落ち着いて平穏にそれから神の約束に神に従うそむかに従うそういう生活をさせるためだこういう意味でありますアメンしかしこういうことを知らないでこういう制度的な権威に逆らって自らの人生を自ら縛りつけている人が いいいいっぱいいるというとう忘れてはならならいんですよこういうところで自分が本当に制度的な権威に逆らった背いたあるいは軽んじたそういう罪があるかどうかを顧みてそういう罪があればそれに気づかせてもらってそれを心から神の前で悔い改めて 行く時にわけもわからずに縛られている自分の霊的な縛りを呪いの鎖を解いていくことができるようになりますがこういうのを知らないとわけもわからずに縛られている呪いの鎖に縛られたまま生きるのでなぜこうなのか分かんないのそれが問題ですそれがハレルヤアメンみんな一緒に自分が解放されるために自分が解放されるために 自分が神の裁きから解放されるためにこういう言葉を通して罪を見つけ出し悔い改めていくべきだ。あめんですか、うん、じゃあそれでは主人。 人あるいはまあどうしてもいいですねこういうこういうものにこういう権威に従うことも神様が許された制度的な権威者でこういうものもね国の指導者だけじゃなくて自分がある会社だとかある職場に勤めているとしましたらその職場に の上から下までのその、うん、順番的に調子がいるしそのオーナーがいるはずですそれに段階的に従っていくのも何ですか神の制度的な権威に従うことなんです。クリシャンたちがこういうのを知らないと特善的になりすぎてどこ行ってもわがままを言おうとするクリシャンたちがたまには出てくるの。 自分が神の子だからそうじゃない人々を心から軽んじて無視して自分ばっかりが偉そうに振る舞う人がピュの中にもたくさん出てきますしかしそういう人々は神に背く生活を自ら自ら自分の裁きの種を自ら巻くことになってしまいますからこういうのを知らないと例えば皆さんがお店に行って例えばアルバイトをするくらいであってもそこにいる上司にあるいは主人に 従うののが神への忠誠を尽くすす秘ででありますアメンですかアメンンかなぜですか彼らが私たちの行いを見て神を信じる人々は違うなと思わされて私たちの言葉にではなく私たちの行動によって彼らが神に立ち返る 可能性があるから神様はこういう制度を神が認めて神が守ってるんですよ。こういう制度。ペトロ一の手紙の3の1節以下で後で読みますがそういう言葉がありますね。ですから従うべきですよ。こういう権威に。ハレルヤ。あめンですから。うん。またあの交渉にも出てくるでしょ。あなた方が世の塩となれ、光となれ。 世の塩になるためには自らを溶かさないといけないの暗闇の世の中に光を照らすためには自分を燃やさないといけないし腐りかけていくそういう世の中に塩のような役目を果たしてこの世が腐敗しないように救われて命を得るようにするために我々がそういう役目を果たす必要がありますそれで私たちのそういう善行善のような行いを見て 他の人々がですよ。そういうそのためそういう神の心に従うために我々が職場のの中でも主人にに上司に忠誠を尽くすのそうするとクリシャンたちが独典主義だと言われずにクリシャンたちがやっぱり違うんだな本当の人間らしく正しい教育を受けてクリシャンたちはこの世でも生きてるんだと。 神を彼らが称えるようになるの神だクシャンじゃない人々は主人の言うことに逆らったり、ね、弁明したり口実を作ったりしてる時にクシャンたちは「はい吐いてはい、はい、かしこまりました」こういう態度でノンクリシャンたちと違う態度を見せていくとこれが神の栄光を表すことになりそういう人が神の言葉を守ってから神様がそういう人を祝福するようになるという話です。アーメンですか 俺アルバイトだからクビになってみよう切るなら切りなさい切りなさい何でも自分勝手にそれがクリシャンだとバレたらクリシャンだと分かったら神の皆がケガされますあめンいやクリシャンたちとは付き合っちゃいけないこういう世界を作ってしまったら福音電波の道を邪魔するのは悪魔じゃなくて そう,いう見事は通りに行けないクリシャンが福音伝播を邪魔するものになりサタン的になりますよそれがですから行けませんよアーメンですああクリシャンと聞けばあ違う仏教徒と違うしイスラム教徒も違うしクリシャンといえばどか違うところあるとこれを我々が見せつけていくべきです見せつけてそれが神の見事ですからハレルヤーアーメン,ーメンエペソロョ章 エペスロキシの五節から八節まで。新約聖書三百十六ページ。 エペス六章の五節から八節までを読みましょうどうぞ奴隷たちキリストに従うように恐れおののき真心を込めて肉による手人に従いなさい人にへつら王うとして上辺だけで使えるのではなくキリストの奴隷として心から神の見心を行い 人にではなく、主に、神に使えるように、喜んで使いなさい。あなた方も知っている通り、トレイディあっても、自由な身分のものであっても、良いことを行えば、誰でも、主から報いを受けるのです。アメンそこまででいいです、うん。主から報いを受けるの、私たちがこういうふうに行えば、ハレルヤ、主人に、 職場の主人に職場の上司に主イエスキリストに仕えるように心を込めて真心を込めて上辺だけでなくて人にするのではなくようにではなく神にするようにアメンそれで仕えていくと私たちは神からそれに対する報いを受けることになりますよくやった私の子供よ私の子供よ あなたがこの世を生きる間に人々の前で神の栄光を輝かし,、うん、輝かした私の栄光を表した私の顔を潰さないで私の名前を乱さないで子供が学校とかこう社会に出てきて善良な学生として専用な子供として生きてくれると親が称えられる。 徳の家の子供なのと聞くのあの「神牧師の子供だよ」って言ったさすが神牧師はとなる親が称えられるでも子供が出ていて岩淵のように人の家をぶっ活したりぶっ活したりすると「誰の家の子供なの神牧師の子供なんだよさすが神牧師はだめだな <laughs> こうなりますよあれれメン いやぶちなうて例えば例えば誰かの名前を言わないと例えばね一番目の前に座ってるから近いでしょハレルヤこれ当然ですよ神様もね私たちがこの世でどう生きるか神の子としてイエスの皆によってどう生きるかが神の栄光とつながる 神の技が神の御心が天において成就したごとくこの世においても父権成就するためには私たち子どもたちの行いがこの世で大事なものとなりますよ子供たちが神の技を邪魔するものになるかサタンのように子供たちが神の技とその福音伝播の道を子供が先立っていきながら開いていくかそのどちらかを我々が正しい行動を行いによって示していくべきですよそうじゃありませんか ですから先週も説教しましたけどもある牧師がしもべが正しいから優れてるからじゃなくて制度的な権威者でありますから神様が治める国の一員として我々が神の組織に忠誠を尽くすために教会ではしもべに従う社会に出て国では王に従う制度に従う。 職場でも王や、王やにあるいは上司に従う。それによって神の人たちが違うということ。それでクリシャンといえば誰でも帝国なしに違和感なしにクリシャンと聞けばもういや、まあ、日本人たちがお祝いの時だけは教会でやりたい結婚式とかこれは明るいイメージがあるからなんです教会が暗いとかクリシャンたちが暗い生活。 とろぼばっかりやってた人ならば教会でめでたい日を迎えたくないでしょイメージ作りなイメージ作り大事なのほれでキリシャンがやっている幼稚園に子ども会話したい悪いと思えばそういう気持ちないでしょうでいいと子ども教育にいいというイメージ作りができているから幼稚園で例えばキリシャン幼稚園に通った子どもたちは 成長しててからいいい思い出を持っているねで例えば声が再びかかった時に「イエス様信じなさい教会に行こう」とか「あ実は私幼稚園は霧山学でした」とかここで何となく心が開きやすくなるそういうすべてが何ですかそういうのを全部いちいち私一人でも多くを救うために神様が正義道的に 見事は命令によって支持しておられる支持しておられるアメンそれでそういう環境イメージ作りができている人は神に立ち返る道が開きやすい開きやすいハレルヤ悪口ばっかり人の悪口ばっかり言っているクリシャンに出会った人はあ,あ頭痛いクリシャンとも思えば頭痛いなんでクリシャンと付き合えばもう人の悪口ばっかり言っているから。 ああクリシャンとは付き合いたないクリシャンだと名乗りながら詐欺ばっかりやってる昔ある牧師がよ僕は向こうに韓国にいた時にある牧師が、うん、喫茶店でも祈る食事の時も祈る言葉は素晴らしかったのでもこの,日この人後から後になってみたら詐欺師だったのあ普通の人でも詐欺なんかやっちゃいけないのに その人の名前名字はキム・ボクシーだキム・ボクシキムさん気をつけて。<laughs> そのキム・ボシという人はポキシだと名乗りながらもうどこ行っても祈りながら作業をやったんだよ。その時私がス様を信,信じない時だったからポキ、うん、シ師と言ってもあんまり興味がなかったの。えー、悪いイメージがあったの悪いイメージが。今考えてみたらこういう言葉に照らし合わせてみたら。 どうですかいい影響じゃなくて悪い影響。ハレルうん、ですからこういう信じない人々の枠群れの中でもクリスチャンたちは、うん、組織の制度的な権利に使いながら神様,のに神様のことをまたクリスチャンのことをに対するイメージを明るく良いものとしていく必要があるんですね。アメン 神様がそのようにこの世を治めておられます今読みましたねコロサイコロサイ三章テサロニケのすぐ出前です コロサイ三章の二十四以下を二十四まで読みます。コロサイ三章。 22から24までどうぞ。奴隷たちどんなことについても肉による主人に従いなさい。人にへちらおとして、上辺べだけで使えず、主を恐れつつ、真心を込めて従いなさい。何,もする何をするにも、人に対してではなく、主に対するように心から行いなさい。あなた方たは、御国を受け継ぐという報いを主から受ける。 受けることを知っています。あなたとは主イエスキリトに仕えているのです。ハレルヤ。私たちが主に仕えるものとしてこうやるんですよ。アメン、その職場の大家のトレイじゃないの？本当はね。うん。主に仕えるためにそのようにやるという主に。基本がそこにありますね。主のものとして主に仕えるものとして、主から向こうへ置けるものとして。うん。天国が私たちの本国である人間として。 天国に石器を置いているものとしてこの世でこういうふうに生きるべきだという意味です。アーメンですか、うん、今日からアルバイトさっき言っても主人に対してお辞儀をしたりなんで態度が変わったの急に「あ,あ今日教会で勉強しましたよ」。クリチャンは「ようつくだ神の人たちはこの世において模範デッキな人生になるべきだ」。アーメン そ,うそれでそう教わりましたから今日から態度変えますよ。今までのプレイをお許しください。何でもおっしゃってください。その通りにいたします。そうすると地球がアップするかも。<laughs> 地球1,000円だったのが地球1,200円になるかもしれませんよ。晴れるやん。なんで大家の心次第だから。そうじゃありませんか大がアップし。うん 地球をアップしてあげたいと思えば誰も抵抗できないでしょ嫌だと言えないでしょいつ野さんもしあなたがアルバイトしてるとしましょうこういう態度を見て地球1,000円だったのを地球1,200円とすると王者がそう言えばノーセンキューと言えます言えないでしょそうだ金をいただくだけじゃなくて別人に見える別人に。 やっぱりこれからは血の張って選挙業界の人だけを使う雇う雇う <laughs> こういうことあ,ありえますかありえませんかありありえるありえるうちのその何祖とかアルバイトやってる、うん、青年部が行ってるお店はねもう彼らが一言言えば全部、うん、全部雇ってくれるね雇ってくれるなんで彼らが評判がいいから忘れましたけども ちょうどあなたのような人間がいてくれればもう文句なしに採用するとかね、うん、それが <laughs> あのよしえさんはねもう,もう10回も出前10回もこのお店から「あ来てください戻ってきてください戻ってきてくださいあなたが来てくれたら売り上げが上がる売り上げがお客さんが増える」。これが神の栄光を輝かす。 彼女はも謙遜なのだから言って威張るんじゃなくてお店行ってお俺の祈りのためにこうなったんだろうだから俺の言うことに聞けこう言わないでご飯食,食べなさいてもいいえ食べません座りなさいてもいいえ座りません主人が洗い物をしようとすればいや私がやります主人だからあなたは休んでよとこういう彼女の屋内に感動した感動感激したって。 吉江さんは違うとお客さんが増えるだけじゃなくて自分たちに対する態度も違うと金払いながら来てください戻ってくださいこんなことありますかなぜこうなるのかだい人にやらわ雇われていながらもとうとうと彼女の立場もとうとうと人に雇われていても自分の立場がある認められてるから それは何によって、こういうことを行ったからですよ。アーメンですか。全部。テトス。テモテの後ろ、テトス二の九。九百十節。 新約349ページ手テ二の後ろの方ですよテトスはいいですかテトス2の9図9から10までどうぞトレイニはあらゆる点で自分の主人に服従して喜ばれるようにし反抗したり盗んだりせず常に忠しで忠誠を尽くして善良であることを示すように 進めなさいそうすれば私たちの救い主である神の教えをあらゆる点で輝くことになりますよ。ハレルヤ。これが今言ったでしょう私たちがそうすることによって神の教え救い主家康家その神の教えを輝かすように人々にさらに広く伝えることができるようになります。アメン てていては自分の親,の親と親の国を輝かす子どもが喜ばれますかあるいは自分の親の国を乱すその汚すそういう反抗的な子どもが喜ばれますかもう聞くまでもないの聞くまでもない私たちはこういうふうに制度的な権威に従う生活をすれば この世でも認められ、神様にも認められ、永遠に永遠に我々に報いがあります。それでクリシャンといえば。あの、日本が韓国を支配していた時に、律政時代に韓国の。韓国?。律政時代のに。こういうことがあったんですね。ある。ある人が。罪を犯したの。 ある人がでもそれが罪を犯したと誤解されて逮捕されたんだけどもクリシャンの人がその警察にいてこの人は無罪ですと,と訴えてあげたの。でその普段そのクリシャンが名前今忘れました急に今そのクリシャンが普段善良な生活をしていましたから。 日本の警察が日本の警察もその韓国人のクリスチャンの訴えを受け入れてくれたの,その普段その人の生活を知ってるからこういうクリスチャンがこういう人が嘘つくはずがないからこういう人の証言ならばもう信頼してもいいとこれで無罪に釈をしたという話ありますが詳しいことも忘れてますが。 それで日本の警察の間でこういう噂が一時立ったことがあるんですね。韓国のクリシャンたちが何か言えばそれは信じるべきだと韓国のクリシャンが何か言えばそれは信じるべきだと当時のクリシャンたちは命がけで神の御言は通りに生きていたから偽ることがなかったで偽ることがなかったから韓国のクリシャンたちが何か言えばそれはまず信じ真実だから こういう噂が日本人の警察の間でも広がっていたという話でよ、うん、ハレルヤー。アメンそうすると今言ったように「出世」で読んだでしょ「神の主イエスキリストの「神の教えを」をさらに多くの人々に進めることができるなの神の栄光を輝か,す輝かすことになりますよ。 私たちがこういう制道的な権威に従うことによってですよ。スあめん。テしたス、ね、今度はテモテ、一の手読み、六章の一から二節これは主人やあるいは上司が信じる者の,の場合。 信じる者の,の場合。これはまだ無視しちゃいけませんよ。大事なんですね。手テモテ一の手紙六の一から二節まで、どうぞ。くびきの下にある。奴隷の身分の人は皆。自分の主人を。十分に尊敬すべきものと考えねばなりません。それは。 神のの私たち主人が信じる信じる場合,で場合は自分の信仰上の兄弟であるからといって軽んじずむしろ一層熱心に仕えるべきですその奉仕から益を受ける主人は信者であり神に愛されているものだからですこれらのことを教え進めなさい神様が積極的にこういうことを今教えて進めなさい 誰にクリチャンの皆さんにクリスチャンの皆さんにこういうことを積極的に教えたり進めたりすべきだ何のためにクリスチャンたちが間違って生きるる恐れがあるからですよ正しく生きれば神からの祝福はあるんだけども間違って生きると形ばかり上辺ばかりの信仰で実は神から約束された祝福を受けにくい信者になる恐れがありますから。 こういう話を積極的に信者たちに進めたり教えたりすべきだアーメンできますかアーメン信じる者同士であるからといって軽んじる場合がありますよ同じ業界通ってるでしょうとか教会でカワしているからとかといって組織の中で軽んじる人がその上司や主人をそれが 同じ教会である場合はもっともっと敬うべきだ。アーメンよろしいですか神様がそれを願っておれます神様が、うん。皆さん、教会の中で例えばの、教会は肉の年はあんまり意味がないでしょう。うん、だから、教会の中で聖書にもありますが若い者がしぼべになったりすると心が。 弱っちゃうねで年配あるいは有力者が来たらこうひるむんですよ。なぜ相手らが例えば執事区域長任命した伝道師任命したのに認めてくれないよ。だからもう言っても歯が立たないしだからもうひるんでしまう場合があります。 そんんなことあっちゃいけませんね同じ業界のクリスチャン同士で会えばもっと尊重すべきもっと尊重大体認めなかったり軽んじたり無視したりするのは見た目で判断してああ年が若いとかあるいは自分が自分よりもいろ、うん、んな面で至ってないと思うから軽んじるわけですよでも相手が弱くても若くても 自分より小さくても相手が制度的な権威に立っているならばそれを認めてそれが教会の中同じクリさん同士であればさらにそれをしっかりと守ってあげるべきだこういう意味なんですこういう意味。そうするときに神様の心がこの世に実現していきまして一人でも多くの 人を救おうことはできるようないしまだ神を信じた個人個人もまともに神の約束をされた祝国に入ることができるようになりますよこういう言葉は我々が守って守って生きる時に神様が働きやすくなりますよこういうことは無視してしまったら我々が神様がこのように働きにくいの働きにくいそれを我々が絶対的に知る必要がありますねアメンハレルヤー だから教会の中では、うん、年とかで呼ぶんじゃなくて名前を、うん、与えられたちょっとめ例えば七字に任命されたら北七字さんとお姉さんとかお兄さんとかそれはお店でお店で呼ぶ名前でしょあるいは区域長だとかこういうふうに呼んでほしいそういうのは任命しても神の聖堂の権威を 与えてもそれは全部無視して名前で呼ぶのそうするとどうなります神の制度的な経緯が全部軽んじられて神様が無視,無視されてしまいますよ神様が「ハレルヤ」「アメン」神の皆によって伝道師を任命しておいても「スンネちゃん」 さんとかあるいは、うん、金ム・デ師よ金ム・デンの名前は何でしたっけあああああ孫兄弟とか孫理さんとかこういうふうに呼んでいるそうすると神の教会を見出すことになります神の教会を一丁の区域一丁の三一丁の七時一丁の七時一丁の区域長なのに一丁の三ごめんなさい 許してくださいキシもそう読んだことがあるのでも一丁のさんがし執事や区域傷じゃなければ一丁の姉妹と呼ぶそれが霊的な関係だからね一丁の姉妹こういうふうにねアメン、うん、社長が来たら社長が金持ちが来たら社長さん会長さん教会の中でこれは神の制度的な権限を無視することになります。 다이틀르가 했기 때문타다이틀르가일반 신자들에 봐 이명박 교弟 이명박 다이틀르가 시저지들에 봐 이명박 시저지상 이명박상과 초로들에 봐 이명박 초로 그 여부였겠어요 다이토르가 했지만 다이틀르 각각. 이れは교회에通用적는 이름이 아니었아요 아멘. 나제 교회니 이명박 다이토르가 했다더니. 道扱いいしないで異名はタイトルと読むととと彼をつまづかせることになる彼をタイトルと読んだ時にはいと彼が答えるんだったら彼が自分の信仰を守れなくなる意味が分かりましたかみんな一緒に「正道的な権威」「尊重しましょう」ししょう「アメン」そうこれはお互いのためですお互いのため。よろしいですか まま終わりませんねあとはまたたくさんありますから「来週あります」「アメン,アメン節制節制の実を結ばないと、うん、節制の実を結ぶためにあとは来週にしましょう」それでは400番「ボーイシト」を賛美します。